皆さんこんにちは、佐々木です。今回は爬虫類飼育用具を新しく4つ自作したので、その様子をご紹介します。前回製作したシェルターと同じく、芯材にスタイロフォームを使います。今回作るのはバックボードと水入れ兼餌皿です。バックボードに関してはレクタイルボックスに収まるように作りたいので、ある程度の下書きをしてからカットしていきます。スチロールカッターで片っ端からザックザク切っていきます。細かい寸法調整は後で行うので、多少ずれていても構いません。まずは製作が簡単な餌皿から切り出しました。餌用昆虫の餌皿としても使用できるようにしたいので、ダイソーの昆虫ゼリーが入るように目安の線を書いておきます。この後モルタルを重ねていくと内径が短くなるので、昆虫ゼリーの外側で合わせておきます。スチロールカッターの先端ジグを変更し、テーパーになるように外側から中心に回してくり抜きます。先ほどくり抜いたものに底面のスチロールを貼り付けて、少しずつ形を整えていきます。ただ、ちゃんとした設計図はないので、削り方は雰囲気です。こんな感じになりました。細かい修正はモルタルを塗り方でカバーします。バックボードも切り出しました。なるべく直角になるように組み立てて、接着します。このままだとのっぺりしすぎなので、筋を入れていきます。この筋が入っていることで、陰影がついて岩っぽくなります。芯材の出来上がりはこんな感じです。上からモルタルを塗る際にもう少し調整します。以前の動画で使ったモルタルの余りで練っていきます。このモルタルは4キロで600円ぐらいですが、まだ余っています。1袋でレオパ用のシェルター8個分ぐらいは作れそうです。水を適量入れて練っていきます。岩のゴツゴツ感が欲しいので、硬さは気持ち固めを狙いました。水が足りないと少し崩れやすくなるのでほどほどにします。速乾性のモルタルなので乾く前にさっさと塗りつけていきます。ちなみに今回も保護メガネと手袋を装着してから作業しています。寝るときは特に粉が舞いやすいので、目に入らないように注意します。塗り終わりました。これだけでもかなり良い感じに岩っぽくなったのではないでしょうか。餌皿も同じように塗っていきます。小さいのでスコップは使わずに一個一個手塗りした方が早いです。2個とも塗り終わりました。モルタルが余っていてもったいなかったので、急遽ウェットシェルターも作ることになりました。芯材をすぐ用意できなかったので、使用していないウェットシェルターをそのまま有用しました。ニュースで熱中症危険の予報が出ていたので、翌日の作業はせず、2日空けて完全に乾燥させました。本塗りをやりやすくするために多用途と量で下塗りします。水入れとしても使うので塗り残して水が抜けることがないように、たっぷりと塗っていきます。バックボードも同じように塗っていきます。乾燥台から浮かせる際に少し底面のモルタルが剥がれてしまいました。次からモルタルを乾かす際は下にビニールなどを敷いた方が良さそうです。3時間ほど乾かしました。乾かす際に少しかけているのは本塗りでカバーします。本塗りはベージュとヴィンテージワインの2種類にします。実験的に前回と異なり、配合はなしでそのまま塗っていきます。まずはベージュから。ちなみに塗料は生体が舐めても大丈夫なようにミルクペイントを使用しています。購入したベージュが想像よりくすんでいたので、明るくしたい場合は黄色や白を配合して調整すると良さそうです。逆に赤土玉と合わせる場合は、茶色と混ぜれば良い感じになるかもしれません。次にヴィンテージワインを塗ってみます。白い下地だと塗りムラが目立つので、今度そのまま使う場合は下地を黒にした方がかっこよくなりそうです。一
度ほんぬりした後、溝に黒を配合した色で塗るとメリハリがついて、より岩っぽくなるかもしれません。2時間乾燥させました。仕上げにドライブラシで表面を岩っぽくしていきます。ベージュの仕上げはスノーホワイトをチョイスしました。この色合いどこかで見たことあるなと思ったら雪の宿そっくりでした。もう少しベージュを明るくできれば完全再現できそうです。ヴィンテージワインの仕上げは前回作ったホワイト×ブラックを使用します。やはりもう少し全体的に深みを増すために黒が欲しくなります。次回作る時に試してみます。丸1日乾燥させて完成したのがこちらです。なかなかインスタ映えな良い感じにできたのではないでしょうか。どちらもレクタイルボックスにゆとりを持って入りますが、バックボードに関してはやや圧迫感があります。突発的に作ったウェットシェルターは、芯材が既製品なだけあってレクタイルボックスにぴったりなサイズです。ちなみに餌皿に関しては、昆虫ゼリー向けに少し細工をしています。ここの部分に溝を掘っているため、ピンセットを差し込んで容器を持ち上げやすくなっています。手を汚さずに食べ終わった容器を回収できるため、日々のメンテナンスが少しスムーズになるかと思います。レオパのケージに置いてみました。床材の色と合っていないのでバリバリに浮きました。登って遊んでくれてはいるみたいなので、しばらく置いておいて、また今度、床材やシェルターに合わせた色で作ってみようと思います。次は某人気シェルター屋さんの作品をリスペクトして、植物のレプリカでおしゃれに飾っても良さそうです。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。また、次の動画でお会いできれば幸いです。